次の曲は中陣が一番最初に作った曲で、歌詞を俺が書くことになったんです。結構苦戦した歌詞で、内容が内容だけにすごく時間をかけたんです。でも歌詞の内容が内容だけに、もし歌詞をちょっとでも変えることができるのならば、いろんな人が聴いてくれるようになるだろうと、中陣がせっかく書いた曲に俺が歌詞を載せて人に聞かれないようになってしまうっていうのはもったいないなとすごく思ったから、歌詞を書き直そうとメンバーに提案したんです。そしたらメンバーのみんなが、歌詞を書き直す必要はないよと、この曲にこのメロディーにこの曲この歌詞が合うと思ってこの歌詞を載せたんでしょうと、変える必要ないよと言ってくれて出すことができました。今でもこの曲はすごく自分にとって大切な曲です。